さあ聞こう。ともえち、あかねちゃんをに待った、それとは思ってなかった。あの日、警察局のオフィスでお姉ちゃんを待っていました、言ってましたね。犯人が逃げてきて人質にされた自分がね。財務直人県で私を助けてくれたんですけど、その時一瞬見た光景今も忘れません。これね。犯人がナイフを振り上げて、ケンジさんの胸に。うん、まあそう言ってましたよね。私気絶しちゃってよく覚えてない。当然でしょう。しかし、この証言は一体、正しい捜査官の殺人事件とどう関わってくるのですかな？それはこれから明らかになるだろう。僕は聞いてるだけでもないですけどね。それでは弁護人、ジム、俺か、いやいやいや、俺か。やっぱ私ですか。密輸が自動的になんかやってくれたら一番楽だなと思ったけど、そうはいかないよね、そりゃ。さあさあ、揺さぶっていくか。高校生を揺さぶるのはちょっとね、気が引けるけど。2年前、被告人、東関智恵さんは警察局の捜査官だったんですね。ええ、副主席捜査官でした。あの、かっこよかったです。よく覚えておりますぞ。当時のガント主席捜査官とコンビは組んで活躍でした。確かガント海事とオフィスも共にしていた。はい。私、いつもお姉ちゃんのデスクに座って、あのオルガンを弾いてみたいなって思ってたんです。弾かしてもらえばいいじゃん。ある2年前、刑事局と検察局の式典が行われた日だった。お仕事が終わったらご飯を食べに行く約束でした。犯人が寝てきて人質か。本当にそれって青影ジョーなのか、まず。本当に青影ジョーなのかな。青影ジョーっていう人でした。ほんまか、それは。殺人犯だって。いや、顔これ。青影ジョーの顔が合ってるかわからんぞ、これ。あの日、式典の傍ら、青影の事情聴取が行われていた。我々は彼の容疑を固めるのに必死だったか。その隙をついて青影が逃走か。取り調べ室から逃げて、エレベーターに乗り込んだ。慌てていたのだろう。そのエレベーターは上りだった。そして、ガンと宝月のオフィスに逃げ込んでしまったか。ちょっとおかしいっちゃおかしいんだけどな。部屋の外が、なんか、でもどうやって入るの？ ID もないのに、青影が入れない気がするんだけどな。開けちゃったの。ドア開けて覗いて、そこで、あの人がいたか。自分で開けて呼び込んだのかよ。ってことか。なぜケンジさんが？あの日、青影城の事情聴取には、ガント海事と財門直人ケンジの二人が当たった。ガントもか。財門直人はその日、ケンジ局長を受けたばかりだった。これね。若く情熱に燃えて、式典の後取り調べ室に直行か。で、逃走した青影の後、真っ先に追いかけたとか。あの男に捕まえて私もうダメだって思ったんですよ。そこへ左衛門刑事は駆けつけてきたわけだね。私もう何が何だかわからなくなっちゃって。でも左衛門刑事って ID カードがあるから入れんのかな。まあまあまあいいや。でも、なんかちょっとおかしいんだよね。あと一瞬見た光景は今も忘れません。その時のことを聞かせてもらえるかな。ケンジさんは私と青影に飛びかかってきました。その時、部屋の電気がパッと消えたか。電気が。ちょうど今頃の時期だったんですけど、あの日は雷が鳴っていて近くに落雷か。それで停電に。しかし、妙ですな。部屋が暗かったなら何も見えないはずでは。一瞬、窓の外で雷が光ったんです。そのストロボのような光が目に焼き付いて。なるほど。私、その時のこと刑事さんにも話しましたか。刑事さん？正しき刑事さんです。捜査責任者の。正しき道を。被害者の捜査官か。もうちょっと聞くわ、ここは。正しき捜査官と話をしたんだ、2年前に。はい。今回の事件、私、怖かった。2年前に会った捜査官の人たちがみんな関係していたから。財務さんにお京さん、ガント局長に正しきさんか。正しき捜査官にはあなたが目撃したことを話したのだろうか。話しました。でも、私その時うまく言葉が出なくて、絵を描いたりしたんですけど、ね、はいはい。絵か。前にも聞いたような気がするな。いかがですかね、弁護人、今証言は。絵のことを追求するか。絵が、証人が描いたという絵、重要な意味を持つと考えます。
いや、お前味方じゃないのか。お前味方じゃないのか。俺の言うこと意義を出さすか。しかし2年前証拠品の中にそんな絵はなかったはずだが。証人、今の発言を証言加えていただきましょう。はい、わかりました。この時に、その時のこと絵に描いたのになくなっちゃったみたいですね。君は目撃した光景、確かに絵に描いたんだね。はい、私少しでも捜査の役に立ちたかったから。責任感が違いな。目を閉じるだけでいつだって見えちゃうし。しかしそれは少し不自然だ。ザイモン検事の死後、あの事件は私が引き継いだのだが、そのような証拠品は受け取っていないのだが、勝利の勘違いではないのだろうか。私、確かに描きました。気のせいじゃないです。あかねちゃんの描いた絵か。何か引っかかる。もう一度証拠品をよく調べた方がいい。それだけとにかく聞かせていただこう。あなたの目に焼き付いた石の光景、それは一体どのようなものだったのか。それは、揺さぶってから突きつけるがいいかな。それは本当にショックでしたね。目をつぶると今でもはっきり見えるんです。ところで、その時あなた自身はどうしていたのだろうか。確か青影女王に人質に取られていたと証言されていたが、あの時雷が鳴って部屋の電気が消えた時、検査が殺人犯に飛びかかりました。そして私は放り出されて二人争い始めた。ふむ、私はそれを見ていたんだと思うんですけど、あかねちゃんに嘘つく理由はない。しかし巴さんにはその理由があるんだ。とにかく情報を引き出していこう。ちょっと待ってね。犯人は似て人質、助けた。その時の絵に描いて亡くなっちゃったか。じゃあここで行くか。これっすわ。この、これ、この裏側っすわ。これ。これ。なかなか絵がうまいと思うんですけどね。なかなか絵うまいと思うけど。三木賢治。この少女が一生懸命真心を込めて描いた絵。あなたはあくまでも否定するのですか。え、いや、味方なんじゃないの味方なんじゃないの、三つの日は。私を悪者にしないでもらいたい。否定も何も、担当権利として私はそんな絵は知らぬ。しかし、実際ここにこうして存在するのですよ。これは SL95 事件の証拠品リストですか。このリスト裏返してご覧ください。裏。あー、これはなんだこれは。あ、私の描いた絵です、それ。確かに、二人の男が争っているようです。バカな!そもそも弁護人、なぜ貴様ごとがこのリストを持っているのだ。ごとき。友達なの。証拠品リストは担当検事が管理している、それなのに。おや?この二枚のリスト、内容が違うようですぞ。なんだと?どうやら三木賢治、2年前の証拠品リストは不完全だったようです。このリストは2枚で1つになるようです。お互い切り取られた跡があります。つまり三木賢治、これではっきりしたわけだね。2年前、君のところに全ての証拠品が届いていなかったんだ。三木を追い詰めてもしょうがないんだけどね。三木を追い詰めてもしょうがないんですよ。三木は味方ですから、うちらの。静粛に。しかしこんな大事なリストの裏に絵を描くとは。取調べ室で正しき刑事さんに渡されたんです、それ。待てよ。半分に切り取られたリスト。もしかして。裁判長。何ですか、弁護人。いい年して目をきらめかす。いい年してもいいじゃん。証拠品リストが半分に切り取られたものならば、三鳥検事のリストの裏にも何か書かれてるかもしれない。確かに。いや、ちゃんと裏見とるやろ、それ。それはないぞ。それで、三剣が裏見て書いてましたって言ったら、三剣無能すぎるやろ。それはないでしょ、さすがに。見てるでしょ、裏。いや。何してんの、マジで。バカなの、あなた。あなた、バカなの。何をしてんの。いや、執念深くしてて、裏見てないって。
何をしてるんだよお前。自信満々でペチ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 叩いてるけどやな、明らかにどうかしたみたいだな。ちょっと失礼。確かに私のリストにも絵が描かれていたようだ。これがそれだ。あ？大穂くん、大穂くんじゃないですか。大穂くんじゃない。おそらくどっかの刑事課長が落書きしたようだ。やれやれ、刑事かな、あのおじさんかな。まあ、関係あるのかな。関係ないっすよね。証拠品が完全なものになった。まあ、台北くんは関係ないか、これで。とにかく証人証言していただきましょうか。ねまね、あなたが描いたこの絵について。え、は、はい、覚えてるか。どうしたんだ、あかねちゃん。絵を見て何か考えている。かわいい考え方してるな。かわいい考え方がいちいちかわいいな。この絵、私が2年前に描いたものです。雷が眩しくて黒い影しか見えなかったけど、この後私気絶しちゃったみたいです。間違いなくあの時見た光景をそのまま描いてありますか。うん。一緒の雷光が目に焼き付いたか。それだけに茜ちゃんは見たままを描いている。どうやら矛盾は見当たらない。殺人犯青影城が左衛門直人検事を殺害した。弁護人尋問。この可愛いぷくーしてる子に尋問か。絵は事件が起こってすぐに描いたのかな。多分2、3日ぐらい経ってか。私しばらくはショックで何も。まあね、そりゃそうだよな。この間に捜査班が再編成された。ガント開示、宝月智恵の指揮のもと、正しき捜査官が捜査責任者に任命。この時に任命されたのか。まあね。ところで証人。この絵は真っ黒に塗りつぶされていますが、雷が眩しくて黒い影しか見えなかったか。じゃあどっちがどっちかわからないんだよね。じゃあ助けてくれたのが左衛門検事だったということも分かります。え、じゃあなんで分かんない。突き飛ばされた、突き飛ばされた。私あの犯人捕まっていたんです。そこに検事さんが飛び込んできて背中から思いっきり突き飛ばされました。振り返った瞬間あの雷が光ったか。本当に危ないところだったんだな。そしてこの運命の一瞬の後、この後私気絶か。じゃあ犯行の瞬間見てないんだね。はい、ごめんなさい。私雷の光が闇を払うのはほんの一瞬に過ぎない。でか弱い少女が気絶したのは無理はない。そんな証人をそれでも君は責める。お前が呼べ言うたんやろが。自分が呼べ言うといてどういう立場よ。お互いやられたらやり返すですわ。とにかくこの絵は間違いなくあの時見た光景をそのまま描いてありますか。くどいようだけど本当に見たまま描いたんだね。はい、間違いないです。刑事さんたちも聞いた話に影響されたという可能性は、我々は証人の記憶をねじ曲げだとでも言うのか。いやー、そういう意味じゃない。だからよ、この絵何も聞かされる前に描いたんです。だから何か影響することはないか。弁護人、何か絵におかしい点でもあるというのですか。え、そうですね。どうもおかしい。彼女は自分の目に焼き切った石をそのまま描いたはずだ。それなのにこの違和感、この絵は明らかに矛盾。何と